新年明けましておめでとうございま す。ちょっともう一回しようか。明けましておめでとうございます。ですね、わかりました。いきます。はい、新年明けましておめでとうございます。そのままで。ちょっと待って、いくよ。はい、新年明けましておめでとうございます。2020年、はい、1本目の、動画となりますが、はい、本当にね、はい、プリンシパルオーバードライブの再生回数が、はい、なんと3万回を超えました。素晴らしい。3枚そうです。ちょっと思わずちょっとめでたいみたいな。やっぱりあの再生回数も伸びてきますと、あとやっぱりたくさんの人に手、ね、あの手に渡るとやっぱり疑問がね、疑問とか、あと使い方を教えてくれっていう、まあ、あのなんかこう僕のおすすめのセッティングなんかがあったら、はい、教えてくれみたいな、うん、コメントとか入りましたんで、そう、ぜひねちょっと今日はやってみたいと思います。はい、実はですね、プリンシパルオーバードライブっていうのは超くせ者なんですよ。うん、だからもうあの今日教えますけども、はい、使い方を、うんうん、もうこれでね、はい、あの使いたくねえという人が現れてくれたら僕はもうバンバン台というか。もうね、本当に僕は愛しきっているんですけど、本当ね独特なんで、はい、ちょっとそれやってみようかね。あ、そうですね。で、はい、じゃあ実際何が独特かと言いますとですね、はい、僕は一番最初に、このプリンシパルオーバードライブの開発者の鳥居さんにですね、うん、感謝のメールというか、そのデモ機が来て使ってみて、あまりの良さに感謝のメールを送ったんですけども、はい、どういうふうに書いたかというと、はい、本来のアンプの性能を引き出すことができるようになりましたと、ありがとうございますみたいな感じのことを書いたんです。教えてもらいましたと、いい音というのを。でそれをね、どういうことなのか、実際、やってみたいと思うんですけども、はい、実際ね、あの俺のところに届いたレビューというか、お友達からのレビューは、はい、こもるとか抜けないとか、 はい、あれっていう感じのやつも、まあなんつうか来たんです。でそれの理由をね、先にお話ししますから。でそれでは、はい、実際ちょっと、はい、エネゴリに、はい、いつも、はい、自分がギターを弾くときにする、はいはい、アンプの設定をしてもらいましょうか。あ、まず、はい、わかりました。 EQ を、はいはいはい、どうぞ。じゃあちょっと一旦セッティングします。というわけで、はい、エネゴリ君が、はい、今アンプの設定をしてくれました。はい、今ボリュームは、はい、1.5 ぐらい、はい、でトレブルは11時、はい、ミドルが1時、はい、ベースが10時半、はい、っていうことになってますね。はい、そうです。はいはいはい、っていうことになっておりますが、はい、まあジャズ子で言うと、うん、まあよくあるセッティング、まあ、ちょっと音も聞かせて、はい、さあそれではプリンシパルオーバードライブを、はい、まあちょっとおすすめの感じでかけてみます。はい、はい、じゃあ弾いてみて、好きに。どう、歪み出すかなっていうようなところの音の時で弾くのにはものすごく好きなんですけど、うん、でもなんかこう引っ込んでないかなっていう気がして、うんうんうん、なんかもうちょっとなんか出ないかなっていうのがちょっと正直悩みは確かにあって。なるほど、はあ、ちなみに、はあ、これが多分僕のおすすめぐらいのセッティングなんですけども、うん、これはプリンシパルの、ボリュームが、まあ、12時半、はあ、トーンが3時、はい、ドライブが2時ぐらい、ちょっとこれ迫っとこうかな、はあ、というようなセッティングなんですけども、それだとね、さすがにエネゴリが言ってるように、まあ、俺が弾いてみるよ、このセッティングで、はあ、あの1弦2弦は確かにちょうどいいんだよね。でも太い弦がもうひどいよね、ブーミーになりそう。鳥居さんにいいアンプのセッティングがよく分かりましたと、導いてもらいましたと、感動しましたというふうに俺は送ったんだけど、それは要はプリンシパルをかけっぱなしにしといて、
まあ、例えばもうゴボゴボいってるから低音下げようと、ミドルを下げようと、やってみてじゃあ、はい、あの自分がこれで整うようにやって、ああちょうどいいやろ、はい、それでこれでもう一回じゃあ一回切るよ、はい、プリンシパルを、はい、はい、どうぞ、ほら整ってる音があるよねそうですね、そうなのよこれちょっとびっくりですね、だからだからプリンシパルっていうのはやっぱり全帯域をグッと押してくれるから、やっぱり無理に飛び出したところは要はそのピークを超えるんだよね、 ある意味、はい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 、でひどく聞こえちゃう、だから、あのダメなことはさせてくれないんだよ、このあのオーバードラム自体が、あ分かるそうだからなんかやっぱりそこがねちょっと好き嫌いがいろいろ分かれるかもしれないけど、例えば極端な話フルアコで、はい、めっちゃこうクリスタルクリーンとかさなんかこう無理してる人には使いづらいかもね、なんかストラトでフルアコの音とか、なんかこう特徴的な音を目指そうとするとなんかそれはね EQ でわざとやろうとしてる人たちにはちょっと使いづらいかもしれないね、あなるほど、そう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 、本当にこの素材とこの素材をちゃんと整った状態の時にやっといい動きをするから、なるほどさ、そうそうそう、だから別にだから太い音を欲しい時には太いギターを使えばいいし、レスポール持ってきてっていう話なわけよ、はい、そうそう、ここで太くしようとしないで、あなるほど、そういうのがねやっぱプリンシパルの特徴かもしれませんね、うん、でも俺もね結構感動したの、それで、あのいろんなジャンルで例えば仕事とか自分のバンドとか人のバンドとかやってる時にこれ使うともうすごいわけ、アンサンブルの中でねすごく生きた音になるのよ急に今まで何だったんだろうっていうそのごめんねっていうね音の作り方下手でごめんねってぐらいの感じがちょっとあったかもね、確かにだっていあのジャズコでこんなにドラあの違うトレブル上げないもんね、いやもうこのセッティングだけ見るとそうですね、今までちょっと、うん、でもこの子まで上げないとジャズコは発音しなかったんだよね、要は攻撃が、うんうんうん、確かにちょっとか下げるとコンプかかったみたいに聞こえるもんね、ちょっとなんかちょっと4とか3とかにするとさトレブルをさ、コンプ感めっちゃあるもんね、なんかで芯がなくなっちゃった感じがあるもんね、そうですね、でここまでやっぱ上げるとさピーンって言うもんね、こもらしたいって時は手元をね、手元のトーンをできるだけ下げるようにしてこもらせるようにすればプリンシパルかけてるので大丈夫、アンプで下げるとどうしてもね芯がなくなるんだよね、音のだから芯はちゃんと出す出るというかこのアンプが一番いい感じで動くように EQ はかけといて、はいはい、手元で下げるといいね、場所を変えまして、はい、ベースを持ってみました、はい、これ僕のベースなんですけども、はい、山のね BB、うん、プリンシパルオーバードライブが、はい、ベースでどんな音がしますかみたいなね、はい、質問も来てましたんで、はい、アップしたいと思いますが、友達にも協力して、はい、ちょっと試してもらって、はい、非常に好評でした、おーベースって全然使えるじゃないですかと、うん、でも実際ちょっと一回弾いてみようね、はい、じゃあ普通にこう例えばこれプレベのピックアップだけちょっと押さないでね、はい、こういう音です、でまあ両方アップした時プレベのピックアップとジャズベのピックアップが両方鳴ってる状態ね、でジャズベのリアだけ、まあオーバードライブかける時って
ソロとかの時が多いかもしれないけど、ちょっと弾いてみ、はい、あのやってみましょうか、はい、フレベのピックアップだけの時、はい、はい、ちょっと待ってください。両ピックアップアップしたね、はい、で、リアのピックアップだけ、聞こえるよね、すごい、非常にいい音。ちょっと刻んでみようかな。そうですね、そうそう、ちゃんとこうなんかやっぱりいい感じでこうプッシュされてるというか、うんうん、というわけで、あのお友達がちょっと弾いた映像もありますので、ちょっとご覧ください。はい、中であった方がいいのきっと、ね、反対に弾いてるとこっちの方がいいですけどね、うん、なんかローなくなって聞こえちゃうような気もするんで、ボリュームトーン、歪み具合、ここでレベルは最初、でレベルは最初にしてて、あのユニティで、はい、上げていくと、あのバッファーだけで上げられる、音量が上げていける。なるほど、なるほど。あ、でもベースでもいいですね、これ。あ、そうですか。はい、うん、そうなんだ。ローがなくならない感じ。へえ。というわけで、今日は ODU1 の取り扱いのですね、注意点というか、こうやるといい音がするぜっていう方法論をお話ししました。新年一発目、はい、ありがとうございました。それでは、はい。